はい、こんにちは、マスタートです。2020年3月の15日、日曜日、死の日ですね。はい、6曲目までは朝の賛美となりましたけど、最後7曲目は午後の賛美となりました。聖歌の475番、主イエスの御そばに、ルカの福音書10章の、39節、マリア、イエスの足元に伏し、雑誌かね、ルカの福音書10章の37節でお祈りいたします。天の神様、日曜日の午後、賛美の時となりました。この賛美も主の御業栄光のために用いてください。このものも思いと唇を整えてください。感謝して、初めにあたり、私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。 はい、では賛美いたします。聖歌475番、CS の御そばに、ルカの福音書10章の39節、マリア、イエスの足元に、座し、ルカの福音書10章の39節、4分の4で普通ですね、84ですね。 3いきます。3、はい。主イエスの御そばに隠れがあり、罪もいざないも知ることなし、あがない主よ、我をそこにかくまいたまえ、御恵みもて、主イエスの身元に休みばあり、荷を下ろして、憩いを得よう。あがない主よ、我をそこにかくまいたまえ、御恵みもて。主イエスの身元に慰めあり、憂いも波も消え去るべし。あがない主よ、我をそこにかくまいたまえ、に失礼しました。3、はい。主イエスは医者なり、その見てもて、いかなる傷をも癒したまわん。あがない主よ、我をそこにかくまいたまえ、御恵みもて。 はい、アーメンです。なかなか、賛美難しいですね。朝はちょっと、喉が、まだ調子でないですけど、午後が鳴ると疲れが出てきて、途中であくびをしましたけど、お祈りいたします。天の神様、この賛美も主が豊かに用いてください。このものも思いと唇を整えてください。感謝してこの祈りを私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、聖歌の475番、主イエスの御そばに、ルカの福音書10章の39節、マリア、イエスの足元に座し、ルカの福音書10章の39節でした。また来週の日曜日にお会いいたしましょう。マスターとでした。主イエスアゲン。パッションプリーズユー。はい、またお会い、来週お会いいたしましょう。